ちがいて無事を確認できたのでほっとしています。当時もそうですが、ラジオから聞こえてくる音楽にはすごく助けられたのが何でも分かります。そしてラジオからの声に感傷している方もたくさんいらっしゃると思います。引き続き頑張ってください。